黒部市2日間行われましたですね、桃色クローバー Z の桃黒春の一大事2019 in 黒部、笑顔の力つなげる思い、終着地点の黒部のですね、宇奈月温泉駅まで戻ってきました。でね、まあ、ちょっとあのね、人の往来もまたたくさんあるので、まあ、ご迷惑にならないようにコンパクトに、エンディングにしたいと思います。まあ、この黒部宇奈月温泉駅の前にはですね、かなこちゃん、しおりん、そしてれにちゃん、そしてアーリンということで4人の、この、まあ、モニュメントでこの光の、アートが、設置されてます。でね、そこのにはね、初日にも伝えたんですけども、1000人限定でね、ご本人メンバーに、モノノフからのメッセージっていうのを貼り付けてあるっていうことで、これあれね、黒部の観光局、宇奈月温泉の観光局の方にね、聞いたところによると、まあ、しばらくの間置いておいて、まあ、この後どのようにするかはね、これから協議して、まあ、黒部市で保管していく方向だっていうふうには言ってましたんで、引き続きね、皆さんにメンバーからのこのメッセージが届くというような形になるのかなと思います。2日間ね、まあ、ライブフルで参戦して、まあ、めちゃめちゃ楽しかったっすね。なんだろう、今回ライブ自体に参加したのは初めてなんですよ。で、もともと自分の友達で、同級生がモノノフな友達がいるんで、噂には聞いてたんですけど、とにかくね、周りの方の掛け声と一体感が他のね、ライブにはない楽しみ方だったなと思います。なんでね、2日目にはですね、自分自身も声出して、まあ、モノノフの皆さんと、まあ、一体感持ったあのライブの楽しみ方、2日目はできたのかなと思います。まあ、すごい2日間通じてめちゃめちゃ楽しい時間になりました。来た方がみんなね、笑顔になって、ももクロメンバーも言ってましたけど、笑顔になった皆さんがまた次のね、開催地に、この笑顔をつないでいけば、来年のイベントも盛り上がるんじゃないかなと思います。ということで、ここ人が通ってるんで、このなぜかこの棒を持ちながら、エンディングを撮っているカルパッチョでございました。動画ね、面白かったなと思ったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、イタリアン YouTuber ライバーサッカルパッチョ in 黒部でございました。皆さんご覧いただいて最後までありがとうございました。ということで、また次のライブ会場でもお会いしましょう。次は8月3日4日の夏のプレ開幕式になるのかな。ぜひそこでもまた皆さんにお会いできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、最後はこれで締めましょう。ももクロ最高だぜ。はい、皆さん、黒部宇奈月温泉駅からお届けしています。黒部宇奈月温泉観光局の石田です。ライブにお越しいただいたもののふの皆さん、誠にありがとうございました。今日はニュースがありまして、動画を撮っています。こちらご覧ください。もののふの皆さん、黒部の皆さんが、ももクロの皆さん歓迎するメッセージをですね、こういうふうに書いて展示しているイルミネーションですね。こちらですね、なんと今年の11月末まで、展示が決まりました。はい、もう一つあります。移動します。こちらですね、ハート型のイルミネーションですね。ももクロメンバーもですね、こうして写真を撮ったイルミネーション、ハート型のイルミネーションですね、こちらもですね、11月まで展示いたします。もののふの皆さん、黒部に聖地巡礼に来てね。待ってるぜー。